こんにちは、激花の古谷です。今日は夏後の肥料、夏の後のね、肥料いつから再開すればいいっていうお話をしていきたいと思います。肥料って夏にね、こうバン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 あげちゃうと意外とね、お花が参っちゃって枯れちゃったり、具合が悪くなっちゃったりするものなんですね。そのために肥料を控えてた人っていうのは結構いらっしゃったと思います。特にペチュニアとかカリブラコアとかサフィニア、そして日日草、マリーゴールド、サルビア、その辺ですね、いわゆる春に植えて秋までじっくり咲いてくれる一年草、もしくは多年草、マーガレットなんかもそうですよね。そういったお花、夏場、もう酷暑の夏はね、肥料あげちゃダメなんですけども、その後気温が下がってきて肥料あげるのいつ頃からっていうお話です。まずね、結論から言っちゃうと、30度、気温が30度を切ったらもう与えても大丈夫っていうのが基本的な与え時、再開のスタートの目安になります。で、その時なんですけども、意外とね、みんなお花自体が疲れているんで、活力剤、これをね、与えた後肥料をあげていくと非常にいいと思います。まあ、活力剤でいうとね、僕は気に入って使ってるのは激力剤っていうのがね、うちの方でも売ってますけども、そういったものを使っています。まあ、とにかくね、夏バテしていたお花が徐々に回復してくるのがこの9月の気温が30度を切った、時期っていう感じですね。まあ、気温が30度切るとはいえ、北海道から沖縄まで、様々な気温になっていると思います。特に名古屋、大阪はね、未だに30度を超える日っていうのが出てきてしまうと思うので、そういった場合には活力剤のみで、過ごしていただいて、30度を切ってから肥料を与えていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、じゃあクリスマスローズとか、いわゆるその、例えば夏越しできたガーデンシクラメン、それから大きい鉢のシクラメン、それも30度切ったら肥料を与えるんですかって質問が出そうなんで、先回りしてお答えしておくと、そういった、寒さが好きなお花に関しては気温が15度を下回ってから与えていくといい結果が出やすいです。なので、このね、お話自体が万能なお話ではなくて、どちらかというと春に植えて秋までしっかり咲いてくれる、夏越しができるお花っていう意味合いで取っていただければいいかなっていうふうに思います。で、このね、肥料をなんでこの30度を切ってから与えなくちゃいけないのかっていうお話をちょっとしていきたいなっていうふうに思うんですけども、まずね、その理由なんですけど、肥料っていうのは生育適温って言って、お花自体が成長するときに与えるものなんです。与えるものね、生育してない、休眠しているような時期に与えちゃうと、肥料が効きすぎたりとかして、根っこがですね、肥料を吸わないので、肥料分がずっと土の中に滞留しちゃうことになります。そうなってしまうと、実は根っこが焼けてしまってお花自体が傷んじゃうんですね。なので夏場の高温期に肥料を与えてしまうと、根が焼けてそのまま枯れていってしまうなっていう現象があったりとか、苗自体がこじれちゃってね、ちょっと生育悪くなっちゃったりとか、夏がうまく越せないなんていうことがあります。生育適温って何かっていうと、そのお花自体が成長できる温度帯ですね。なのでいわゆる春に植えて秋まで咲いてくれるお花っていうのは、35度とかになると生育が一旦止まるんですよ。で、この夏も皆さんね、8月の酷暑の段階で南向きなんかに置いてたペチュニア、サフィニア、カリブラコアね、そういったお花たちが一旦花が小さくなっちゃったりとか、花が全然咲かなくなっちゃったりとか、一旦ね、成長自体が止まった経験をお持ちだと思います。なので、そういった時には成長自体が止まってて半分休眠に入るんですね。これね、ハイビスカスなんかも同じなんですよ。暑すぎると咲けないなんていうことがあるんですね。なので暑すぎると咲けないので、その時期にもっと咲いてって言って肥料バン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 投入していっちゃうと、これね、本当に弱っちゃうんで、もし、このようなミスをやっちゃったっていう方いらっしゃったら、来年はそれをやらないようにしてください。30度以下ですね、
で、下はね、20度ぐらいかな、18度とか20度ぐらいの気温で、肥料が、しっかりと効いて生育してくれるっていうような温度帯になってきます。で、ここまでが前半なんですけども、後半ね、何のお話しようかなと思って、いろいろ考えたんですが、どんな肥料がいいのかなっていうお話をしていきたいと思います。まずですね、与えなきゃいけないのは、いわゆる一般的な固形肥料です。これを与え始めてくれれば OK。で、肥料の裏面に書いてある、与える量っていうのがありますよね。それから与える周期。例えば、1ヶ月に1回なのか、うちの肥料だったらプロが使う基本肥料っていうのがあるんですけど、それは4ヶ月に1回なので、夏後の肥料は1回だけっていう感じなんですね。なので、その周期を守っていただく、量を守っていただくっていうことが大事です。で、いわゆるその固形肥料っていうのは、窒素、リン酸、カリっていう3つの成分で出来上がっています。窒素は葉を育てる成分、リン酸は花を咲かせる成分、そしてカリは根っこを育てる成分です。で、その、なんていうのかな、分量といいますか、その配合自体が、例えば10対10対10とか、8対6対8とか、いろいろあるんですけども、それが大体ね、10対10対10みたいなバランスのいいもの、ね、バランスのいい肥料を与えていくっていうことが一つ大事になってきます。で、もう一つが、リン酸分が多く含まれている肥料ですね。リン酸分が多く含まれている肥料、実はですね、リン酸分、花を咲かせるための栄養分なんですけども、実はですね、お花自体の吸収があんまり良くないんです。なので、リン酸をですね、さらに追加で補ってあげなきゃいけない。で、そうなると、まあ一般的に市販されているものだと液体肥料っていうのがそれに準じたものになります。リン酸分が多い肥料ですね。例えば皆さん使っているハイボネックスとか、うちの会社だったらサキマックスとか、そういった肥料があるんですけども、リン酸分が非常に多く含まれている液体肥料ですね。で、液体と固形の違いなんですけども、固形のものは緩効性といって穏やかに効いてくれる、水をあげるたびに溶け出して穏やかに効いてくれるもの、そして液体のものっていうのは速効性のあるものです。で、やっとね、気温が下がってきて、こう朝晩涼しくなってたじゃないですか。で、この時期に、ペチュニア、サフィニア、そしてカリブラコア、マーガレット、あとはなんだろうな、マリーゴールド、サルビア、もういろんなお花がたくさんありますよね、春のお花。これがね、秋にね、またわんさか咲いてくれますので、ぜひ花芽をたくさんあげていきたいっていう、思惑といいますか、希望がありますよね。で、いち早く花芽をあげていくには、リン酸分っていうのが必ず多めに必要になってくるので、追加でね、このリン酸分を補ってあげる必要がある。なので、液肥も併用するっていうのが基本的な考え方です。で、たまにいらっしゃるのが、液肥だけをあげちゃうって方がいらっしゃるんですけども、これ絶対ね、ダメなんですよ。なんでダメかというと、そもそも、窒素、リン酸、カリの3つが必要なのにもかかわらず、リン酸分ばかりが多い肥料を与えてしまうっていう状態になってしまうんです。そうすると、基本的な栄養分が足りていない。っていう状態になるので、栄養失調になってしまうんですね。そうすると、株自体がいまいち成長しないまま、花芽をつけてしまったりとかするので、で、根っこもいまいち育たないまま、花をつけてしまったりするので、花自体が小さくなってしまったりとか、まあ、そもそもの花の咲きっぷりが悪くなっちゃったりっていうことがあります。なので、その辺気をつけていただいて、窒素、リン酸、カリがバランスよく含まれている固形の肥料、そして、リン酸分が多い液体の肥料、これを、与えていただければなっていうふうに思います。で、ここまでのお話の中で、もうちょっと深掘りして聞いてみたいとか、うちのこのお花、この種類のお花に関してはどうしたらいいのっていう質問があるかと思いますので、そういった場合には僕ね、LINE の、公式アカウントがありますので、そちらに直接メッセージを送ってください。で、僕の方が直接答えます。手が空いた時に答えますので、ゆっくり待っていていただければと思います。概要欄のところにね、貼ってありますので、そこから見ていってください。あとね、この動画見ていただいて面白かった、役に立ったっていうことであれば、高評価のね、グッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということで、今日は
夏後の肥料いつから再開すればいいっていうお話でした。またお会いしましょう。さようなら。